小橋めぐみの本のめぐみ。この番組は青山ブックセンターさんのご協力のもと、毎月おすすめの本をご紹介していきます。皆様こんにちは、小橋めぐみです。今回も青山ブックセンターの書店員山下さんとともにお送りします。山下さん、よろしくお願いします。今回は食選書フェアというところの前にいるんですけれども、はい、これは山下さんが、そうです、はい、一応企画はさせてもらって、はい、六本木店スタッフはじめ本部スタッフはじめ、うんうん、本店スタッフで、はい、と食をテーマに、はい、まあ、食欲の秋ということで、はい、それを入り口に本当に幅広く選書しております。本当に幅広いですよね。そうですね、はい、この辺はレシピ集が、そうですね、割と直球な感じで、はい、私これ沼さん好きで、本当ですか、はい、買って作ってるんですけど、美味しいですよね。でこうレシピがあってこの辺は、まあ、エッセイだったりとか、はい、食のエッセイ、ね、まあ、若干絵本も入ってきたりとか、はい、うんうん、この間のそうですね、紹介させてもらった、はい、紹介したキッチンコンフィデンシャルがあって、これがその同じ著者の続編、続編、まあ、続編というか、エッセイ、よりエッセイに強い感じですね、はい、ツアーの。クックズツアー、これも読みたい。そうです、あとこの辺には腹ペコアオムシとか、ね、絵本もあり、この辺は漫画の、そうですね、コミックだったりとか、はい、漫画食堂、とこれが気になったね。あ、そうです。日本懐かしアイス大全、これはスタッフも2人選んでるやつですね、はい、みんな大好きだった忘れられない昭和の、あ、もう本当にアイスの、はい、アイス、もうただただアイスが乗ってるっていう懐かしの、私も知らないアイスもたくさん、楽しいですね、じっくり、そうですね、コメントとともにまた楽しんでもらえたらなって、うん、思います。これは11月の第1週まで、はい、やってます、はい、ので、ぜひ皆さんここに来て楽しんでください。では今月もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今月おすすめの本をご紹介していきたいと思います。まずは山下さんからお願いします、はい、とあなたを選んでくれるもの、ミランダジュライ、岸本幸子さん役です。はい、これはインタビュー集ですね。そうですね、はい、中身をご紹介しますと、映画の脚本執筆に行き詰まった著者はフリーペーパーに売買広告を出す人々を訪ね話を聞いてみることにした。革ジャン、おたまじゃくし、手製のアート作品、見知らぬ人の家族写真、それぞれのものが、一人一人の生活が訴えかけてきたこととは。アメリカの片隅で同じ時代を生きる一人一人の忘れがたい輝き、胸を打つインタビュー集。そうですね、はい、インタビュー集でもあって、その著者の、うん、ミランダ・ジュライが作ってた、はい、ザ・フューチャーの作成に至るドキュメントでもある作品だと思います。はい、これ結構あの写真も豊富で、そうですね、はい、ね、フリーペーパーに売買広告を出す人の、はい、その売りたいものと電話番号が書いてあるんですよね、はい、でそこに電話をしてインタビューをさせてくれないかっていうので、はい、一人一人会いに行ってっていうところで、はい、物という切り口から人に、そうですね、はい、人との出会い、うん、につながるんですけれども、結果論ですけど、みんなネットを扱ってなかったっていう共通点があったり、そこにミランダ・ジュライがそういう人たちからヒントを得てって、はい、で結果映画につながるという、はいはい、すごくなんかあの現実の手触りというか、うん、何時間もパソコンの前で SNS やネットを見ているのが現代でもあると思うんですけれども、はい、うん、そういうのとは真逆に生きている人たちがたくさん出てきて、ね、うん、ミランダ・ジュライもその人たちに会うことによって、なんかこう、あ、これが現実なんだっていう、多分書いてた脚本をほぼほぼ多分書き換えて、うん、はい、で実際にここに出てくるのを、はい、ある女王を登場人物として、そうですね、はい、うんうん、使うに至ってるんですけど、うん、
印象的だったのが、ここで本当はミランダ条約、その君らはまだ始まりの途中なんだよっていうセリフを言ってほしかったけど、はい、まあ、ジョーの言葉で出たセリフが本当に素晴らしいなと思って、これはぜひ読んでそこの箇所を見てほしいんですけど、はい、そうですね、はい、見知らぬ人でもブログを、その人のブログを読むと、なんとなくもうその人のことがよく分かってるって思って言いがちなんですけれども、気になりますね、うん、気になっちゃうんですよね、はい、でもやっぱり実際に会うっていうのは全然違って、うん、でもこう会いに行って相手のことを観察はしてるんですけれども、うん、迎合しないというか、そうですね、もドライなところはすごい、かなりドライなところありますよね、うん、せっかく作ってもらったサラダを帰りに捨てちゃったりとかちょっと一口食べてたりとかあるんで、私もちょっと、もしかしたら今年一番かなと思うぐらいに、これはすごい良かったです。最後のジョーの下りはやっぱりグッときちゃったんで、はい、ときますね、まさかこういう展開になるとは、うん、ぜひ映画とともに、はい、ザ・フューチャーとともに楽しめる一冊だと思います、はい、そんなミランダ地雷、岸本幸子役、あなたを選んでくれるものです。続いて私のおすすめをご紹介していきたいと思います。三浦紫音著、あの家に暮らす4人の女です。これは残念な女たちの現代版、ささめ雪とあるんですけれども、古びた洋館に住む女4人の日常を描いていて、ちょっとこうカラスの羽があったり、はい、の4人でもうちょっとドロッとした話かなと思ったら、割と淡々とした中にもかなりコミカルな部分があって、ね、ありましたね、結構ツボに入って笑いながら読んでしまったんですけれども、はい、いかがですか。強烈、おのおのがなんかおのおののことをしてるんですけど、はい、うん、一つの家の中でうまくそれがまとまってるっていうか、はい、まあ、そこに、うん、まあ、その父親だったりとか、はい、カラスだったりが絡んできてすごく面白かったです。面白いですね、はい、視点というか語り口、はい、語り手がいきなり、うん、そこ、そうですね、彼が語り出すんだ、はい、みたいなところもあって、この4人というのは4人家族ではなくて、母親と娘、それから娘がひょんなことから知り合った女友達というか、はいはい、とその同僚の4人なんですよね、はい、だから家族ではないんだけれども、なんかまた違った形のか、でもやっぱりこう家族に見えてくるというか、すごくいい距離感が4人ともありながら、でも相手のことを思っているしっていうので、もうとっても豊かな楽しい小説だなと思いました。本当にこんな感じなんですかね、はい、女性がこう一つ屋根の下で集まると、自分には全く想像がしないちょっとでも主人公といいますか、サチですか、はい、は浮世離れまではいかないけれども、まあ、刺繍をしていて、それで生計を立ててるんだけれども、穏やかですよね。そうですね、はい、その母親もそうですけど、かなりやっぱり土地の収入で生きてる感がすごい、はい、出てるんですけどもうちょっとこうやって一緒に住んでたら距離が近くなってぶつかって行くこともあるかな、女同士だと思うんですけども、 そうですね、それがなんかうまいわすれ違うんじゃなくて、なんっていうんですかね、平行でもないんですけど、はい、なんかいい方向に全部が行くようなみんな性格をしてます、ね、はい、なんか誰一人かけても成り立たなそうな、はい、そうですね、で、あと門番のようにいる山田さんという人物がいるんですけども、はい、もう山田さんがもういいキャラでした何でしょう、執事じゃないけれども、はい、まあ、何から何までこの家族のことをずっと見守ってきた、うん、人で、そのサチと山田との関係性の、はい、うん、こう面白かったですね、最後は、ね、はい、主人公が36歳、うん、サチがなんですけれども、同い年で、はい、独身で一緒、いろいろ一緒で私も実家に暮らしているので、うん、
共感するところがたくさんあって、うん、この幸という人物を演じてみたいなと思いました、うんうん、これ映画化されても面白いですよね。映画かドラマの方が面白いかなと。そうですね、なんか長くやってほしいですけど、うんうんはい、2時間じゃなくて何回かに分けて、はい、その三浦しをんさんのこちらから入って原作に行ってもいいと思うし、うんうん、谷崎さんのその原作を知っている人でも楽しめるというか、はい、そうですね、はい、うん、ぜひ合わせてささめ雪も、はい、谷崎潤一郎のささめ雪も飲んだらね、おすすめ面白いと思います。はい、そんな三浦しをん著あの家に暮らす4人の女をお送りしました。それではあっという間にエンディングにですけれども、山下さんの、はい、あの雑誌が、ね、ボーダーマガジンが一応10月26日、はい、26日、10月末発売予定です。予定、はい、ちょっと伸びに伸びたんですけど、おかげさまですごいものになったと、はい、すごい、はい、今度は何の特集？ニューヨークと LA ですね、はい、こちらに置かれる、はい、予定です、はいじゃあ、あと私のまた宣伝してしまいますが、恋読、私の初めての読書エッセイ集、好評、はい、好評とか言っちゃった発売中です。青山ブックセンター本店にも売っていただいているので、ぜひお買い求めください。イベントもあるかもしれない、はい、そうなんです、はい、イベントもやりたいなと思っているので、決まりましたらまた告知をします。ではまた来月よろしくお願いします。それではまた来月お会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。こんにちは、小橋恵美です。この度私の初めての読書エッセイ集、恋読、本に恋した2年9ヶ月という本を出すことになりました。これは海外ミステリーから日本の小説、エッセイやノンフィクションまで97冊の本との出会いや日々の出来事などを綴った約3年分の読書日記です。また今回私の大好きな書評家の豊崎由美さんとお話しする機会をいただきまして、そのお話の内容も本の中に入っております。これを読んでくださった方がまた読みたいなと思う新たな一冊が見つかったらとても嬉しいです。恋読、ぜひお手に取っていただけたらと思います。よろしくお願いします。